アメリカの金融大手2社が17日に発表した去年10月から12月期の決算は、投資銀行部門の不振が響き、大幅な減収減益となりました。ゴールドマンサックスは66%の減益で、人株利益も市場予想を下回りました。部門別の収入では、投資銀行の手数料収入がほぼ半減したことが影響し、 投資銀行・市場取引部門が14%の減収となったほか、資産運用部門も26%のマイナスとなりました。また、景気の後退に備え、貸し倒れ引当金を含めた信用コストを、1年前の2.8倍に当たる9億7200万ドル計上しています。一方、モルガンスタンレーも投資銀行部門の低迷などで39%の減益となりました。 たた。だ、1株利益については市場予想を上回りましたこれらの決算を受けて17日の株式市場ではゴールドマン・サックスの株価が6.4%下落、一方、モルガン・スタンレーは5.9%上昇して取引を終えました。